どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ナッツです。本日はゴーストリコンブレイクポイントの動画になるんですけども、今日お話しさせていただきます内容なんですが、序盤から入手して使用することのできる超高威力スナイパーライフル HTI という武器の入手方法をご紹介させていただこうかなと思っております。入手場所をご紹介させていただく前に、簡単に使用感なんかをお話しさせていただこうかなと思っているんですけども、 かなり序盤から使えるスナイパーライフルの中では相当高威力なスナイパーライフルになってくるのかなと思います。そして高威力なのにもかかわらずもちろんサプレッサーなんかも装着することができますのでそういった意味でも非常に使い勝手がいい武器の一本になってくるのかなと思っております。今作には装備スコアみたいなものがあったりしますのでこの初期段階で手に入れた HTI というスナイパーライフルが どこぐらいの敵まで通用するものになるのか今の自分には現段階ではわからないものにはなってしまうんですけどもとりあえず序盤では胴体打ち一発で敵を倒すことが可能となっております。 重装備の歩兵に関しましては胴ち一発っていうのは厳しいかなと思うんですけども大体の敵は胴ち一発で溶かすことが可能となっておりますそして今見ていただいている映像でも映っているんですけども乗り物なんかも数発で壊すことができるので非常に序盤には頼れる使い勝手のいいスナイパーライフルになっているのかなと思っております 基本的にこのゲームではスナイパーライフルを使う時も遠距離でこう頭を狙って狙撃していったりとかするのかなと思うんですけども正直結構ね、えー、遠くなってくると毎回毎回安定して頭を狙っていくっていうのも非常に難しいかなとは思うんですけどもこの武器の場合ですと同打ち一発で倒すことができますしサプレッサーも装着することができますし。 敵の乗り物なんかも数発で破壊することができますので非常におす,すめの1本となっております自分の場合ですとヘッドショットちょっと難しいななんて思ってたんですけどもこの武器を手に入れてからは胴ちで基本的には敵を一発で倒すことができるので非常に隠密行動狙撃っていうのが楽になりました。 さあそれでは、えー、こちらが HTI というスナイパーライフルの見た目になっておりますいかにもね威力が高そうだななんていう見た目をしているんですけども、えー、マガジン相談数は、えー、5発とあまり多くはないんですけどもリロード速度も特別速くはないんですがまあ、高威力っていうのが魅力の、えー、スナイパーライフルになってくるかなと思っておりますさあそれでは早速、えー、入手場所のご紹介をさせていただきます こういうふうにマップがあるんですけどもこちらですねサイレントマウンテンという場所になりますサイレントマウンテンのこちらこちらはメインミッションで来る場所にはなるんですけどもそこで来ていただければこちらのボックスの中に HTI1 本入っておりますですのでこちらに関しましてはメインミッションで訪れる場所ということで比較的序盤のメインミッションで訪れる場所になるかなと思います こちらですねカール・チザムというメインミッションがあるんですけどもこの人のメインミッションを進行していると割かし序盤で来る場所になりますので非常に入手しやすい武器にはなるのかなと思いますそしてもう1箇所発見できている入手場所をご紹介させていただきますその場所というのはこちら結構マップの上の方なんですけどもスマグラー・コーブスという場所になります えここのマップをちょっとこう拡大していただきまして、こちらですねえ、ちょっとここは取ってしまっているので、え色がねえ、暗くなってしまっているんですけども、こちらで HDI、もう1本入手することが可能となっております。まあ、どちらでも入手することができるんですけども、まあ、お好みの場所で入手していただく形にはなるかなと思うんですが、先ほどご紹介させていただきました、メインミッションの前に入手したい方は、こちらで取ってしまっても問題ないかなと思います。 はい、ということで、えー、簡単にご紹介させていただいたんですけどもいかがでしたでしょうかもしよろしければチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまたバイバーイ